感染症と宗教というテーマでお話をいたしますが、まあ、私はの専門が仏教特に密教ですのでお話もそちらにある程度偏るかもしれません。でまず最初にですね基本的なデータというか情報をお届けしたいということでまず日本人の寿命についてお話をしたいんですね。まあ、これを掴んどいた方がいいだろうと思って出しています。 で日本人の寿命はどのくらいであったかという、まあ、正確な数字というのは非常に難しいんですけれども今判明している範囲でお話をします、まあ、縄文時代のの男女の平均寿命は大体14 15歳というただこれはもちろんあの平均寿命ということですので実際にはもっと長生きをするわけで。 平均寿命の考え方いろいろありますけども今生まれたばかりの人があと何年生きられるかというのが大体の筋だと思いますけれども、まあ、縄文時代の場合は幼少時期に亡くなる人も多かったとでこのことはですね近代に至るまで子供の時に亡くなってしまう人が多かったこともあって平均寿命にしてしまいますとこういう数字が出てくるんですね。 多文弥生古墳時代まで通して大体1415歳程度というのはみんな1四五5歳で死んだというわけではなくて、まあ、50歳60歳まで生きた人もいるけれども0歳で亡くなった人もいるそれを総平均するとこの程度だということです。ある意味ではあまり役に立たなないい数字かもしれないですねで日本人の平均死亡年齢とこ,こに書きましたけれども。 比較的学問的にはっきりしてまいりますのは鎌倉時代の数字なんですね。これはあの鎌倉市内にあります由比ヶ浜遺跡というこれ大体いい庶民のですね墓地だったと言われていますがまあそこからですね膨大な数の人骨が発見されていましてその発見された人骨の中から歯などがしっかり残っていて何歳で亡くなったかが分かる遺体が かなりあったんですねそれを当時の聖マリアナ医科大学の平田先生という方が計測をされてまあその結果として出てきた数字が鎌倉時代の中高期鎌倉市内の庶民の平均死亡年齢が24歳ということですね平均死亡年齢ですからこれより平均寿命と違って 大体いい24歳くらいで多くの人が亡くなっていた可能性がある、まあ、実際にはもう少し長生きはしたんでしょうけれども今から考えるとですね大変寿命は短かったことは事実だろうと思います。まあ、もう一つ言えばですすね実はあの平田先生の研究によりますと 50歳まで生き残る確率というのは非常に少なかったみたいでまあ僧侶のような特別な人たちの中には80あるいは90なんて数字もありますけれどもまあ一般的にはやはり長生ききはででなかったようですね確かあの50歳くらいまで生きる確率は250体の中でも数体程度だったと思います。 まあその程度しか長生きできなかったので、まあ、文字通り人生50年どころではない短さですね。江戸時代になってまいりますとこれはあの過去帳というのが残っているのでまあそこからですね大体人がどのくらいで亡くなったかということが分かるんですね。少しあの下の方にまいりますと早見先生早見優という名前に出てまいりますけれども。 まあこの方が日本における歴史人工学の第一人者で信州諏訪地方ですから現在は長野県の諏訪湖一帯のお寺さんに伝えられてきた過去帳をですね使いまして長い長い時間をかけて出してきたまあ平均嫁2歳児の平均嫁というのはあの昔はあの生まれた時はすでに1歳でしたんで今とは1歳くらいずれるんですけれども。 その時の時数字がですね、17世紀後半から18世紀の初期で男性が37歳女性が29歳で18世紀の前半から後半になると男性43女性44歳ということでほぼ並ぶんですけれども実はあの現在と違いまして近世の半ばくらいまでは男性の方が長生きだったんですね。 ま、現在ではご存知の通り、女性はもう90歳近くになっています。男性は80代半ばまで実際に生きていると思います。けれども、まあそれに比べるはるかに短いということと女性のですね。寿命の短さというのは際立ってたと思います。まあ、これはあの低栄養の場合は女性の方が先に死ぬっていう話もありますし、あるいは出産に関。関 時の三熟子のようなものが多かったので、まあ、女性のの寿命が短かったのだろううというふうにはいっぱい言われていますもう一つあの難しいのはちょっと戻りましてね「農村住民の平均寿命」って書いてあるんですけれども都市部と農村でどちらが長生きできたのかっていうのはこれかなり難しい問題のようでありまして、まあ、都市部の方がお医者さんがいたりして医学は 普及していたでしょうけれども住環境は必ずしも良くはなかった可能性もあるのでまあ、そういうことを考えるとどちらの方が長生きかっていうのはかなり難しい問題のようでありますただいずれにしても江戸の中期くらいまでは女性の方がはるかに短命だったってこと自体は自立のようですね で近世近代になりまして特に明治以降になるとようやくですねかなり平均寿命というものがはっきりわかるようになりまして明治33年の段階で男性が38歳女性が39歳、まあ、ほぼ同じですね。でこれは平均寿命ですからこれより長く生きた人はいたと思いますけれども、まあ、乳幼児からあるいは子どもの頃に亡くなってしまう人もですね大変多かったということだと思います。 でもう一つ私よく取り上げるのはその昭和22年のところですけれども現在の男性がですねところがですね今から70年ちょっと前の昭和22年ようやく男性の平均寿命は50歳を超えたんですね。ですから70年前までは本当にあの 50, 50歳というのはかなり大きな。 数字でありまして、まあ、実際にはこれよりもう少し長生きはしていますけれども現在に比べるとはるかに短命だったということは言えると思います。歴史を振り返るともうほんのちょっと前まで私たちはあまり長生きをしてこなかったんですね。まあ、これはあの 疫病あるいは感染症、まあ、その他の病気を考える時に非常に大きな傾向だと思いますで現在では日本人の場合はですね長生きをするようになって、まあ、がんや心臓疾患というか循環器系の病気で亡くなる方が多いんですけれどもかつてやはり感染症で亡くなる方が非常に多かったっていうのは事実ですね。 まあご存知のとおり癌という病気はですね長生きをすれば癌になるということで遺伝情報が次第に乱れてきてがん細胞が生まれてくるようなこともあるようですので長生きをすすればするほどガンで亡くなる方は多くななるる方多というですからがんを克服するっていうのはどっか矛盾したところがあって長生きをすれば癌になるっていうのは生物的にはごく自然な話なのかもしれないですね。 だからもうと早見先生の下に立川庄司という方のです、ね、研究で歴史上に名を残したような人の平均死亡年齢っていうのがあるんですけどもまあこの方が実際の死亡年齢に近いいかもしれないですねただ有名人なので当時として栄養状態も医療水準も高かった可能性がありますからこれをそのまま一般人の寿命に続け つなげるのは難しいと思いますけれども、まあ、基本的にはこれよりもうちょっと減らしたくらいにの年代で亡くなる人が多かったと考えていいんじゃないかと思います。で興味深いのはですね江戸時代の後期がだいたい65歳ところが明治大正時代になりますとむしろ減ってしまって60歳になるという。でこれは実は実 歴史画法では有名な事実ですけれども幕末明治国を開いたわけですねそれまでの鎖国状態をやめたわけですけれどもと同時に文物だけではなくて病気も入ってきてしまうというそれから近代化の中で工業化が進み人がですね一箇所に集中するそういうことも感染症にとってはむしろ有意な。 状況になってしまったってことはよく言われていますまあ、これもあ歴史に興味のある方の間では有名な話ですけれども例えば草津温泉がなぜあれを流行ったかというと2つありまして1つはハンセン病に効くというそういう評価があったんですねそれからあの梅毒に効くというのもあったみたいで結局そういった 普通では治らないような病気に効くということで草津がですね非常に栄えていたようであります、まあ、このあたりはあの大正時代あたりにあのあたりよく歩き回っていた和歌山牧水の書いたエッセイというか短文を読んでますと結構詳しく書かれていますその次にあの世界の人工動態という方に話をしたい持っていきたいんですがまあ、これもあのあくまでも 推計でありまして実際この点これはぴったり合うかどうかっていうのは難しいんですけれどもだいたいこんなもんだろうということでお話をいたしますけれども、まあ、世界の人口は紀元前800っていうんですかねあのだいぶ前の段階とそれからそれからあとくるんですけれども、まあ、今から紀元前2,500年ぐらい前だとこの数字だろうというふうに言われています。 まあこれももあくまでも類推ですけどねで現在はもう70とかって億とかいうとんでもない数字になってますけれどもこれを見ていただくと分かるようにですね人口爆発が起ここっったっていうののは比較的最近のことなんですよねそれまではそんなにあの人口は増えてこなかった徐々にはもちろん増えていますけれども爆発的に増えるというのはむしろ19世紀場合によっては20世紀以降の話になります。 で特にはっきり分かっているのはあの中国ですね例えば陰という時代には200万ぐらいだったんじゃないかとでその後の戦国時代は450万前寛ですから今からまあ2,000年プラスアルファくらい前ですねで3,700万で前寛が約200年続いて王毛という人物に散奪をされて 泥棒が滅び去ってもう一度漢が復興するんですがこれ見ていただくとですね前漢のスタートで3,700万200年後で約7,000万ですからまあ200年かけて人口が倍ぐらいになったみたいですね。ところが前漢末の騒乱の中でやはり逆に人口3,000万に減ってます。ただこれもあの注意が必要なのは 実際に3000万になったのか政府が把握できた数が3000万なのかという問題がありまして鵜呑みにはできないんですけれどもやはり騒乱の,の中で多くの人が亡くなった可能性はあると思いますこれが157年、57年、157年で100年後に3000万が8000万になってますこの8000万という数字はですね 古代の中国としてはピークだったという話がありますでその後の三国時代いわゆるあの諸葛孔明とか曹操とか劉備とかそういう人物が活躍した時代ですけれどもこの時代になりますと人口が実は2,000万ぐらいまで減ってるんですね。で一説にはこの三国時代の騒乱の中で。 まあ陰から五冠までつながってきたような古代の漢民族というのがほとんど消滅してしまいですね現在の漢族と言われている人たちはその後三国時代から後になってさまざまな民族がより集まった形で再構成されたのではないかという説もありますま。いずれにしろこの8,000万が2,000万になるというのはですね劇的なことで。 いかにあの過酷な時代であったかとということですねただ宗教の部分で考えますと実はこの時代こそがですね中国で仏教やあるいは道教が大きな勢力を持ち始めた時代なんですね。ですから、まあ、皮肉な話ですけれどもあまり幸せでない時代の方が宗教の布教にとって では都合がいいという皮肉な話は結構ありますまあ、三国時代にですね例えばあの中国で法華経であるとかあ後の仏教の中心になるような経典が次々に将来されていますでやがて三国が終わって隋隋は短命で終わりましたけどいや唐という王朝ができて約300年間ですね 唐の時代がおそらく中国歴代の中では最も栄えた時代だろうと思いますけれども、まあ、そこに至ると人口約1億ぐらいまでなったのではないかというふうに言われています。で非常にあの興味深いことはちょっと時代戻るんですけれども例えば三国時代から隋ぐらいまでの間に道教が大きな力を持ちますけれども、まあ、道教というとですね 先人になろうというかあの新戦思想というのもありますけれどももう一つは主民という言葉があります主民の死は種と書きますで民は民衆の民ですねこれどういうことかというとですねこの三国時代の過酷な状況の中でひたすらですね種の民を養うというつまりこのままでいくとですね人口激減して滅び去ってしまうのでなんとか 人をたくさん同居という,そう,いう形の道教と話もあります道教とは非常に複雑な宗教で一言で語りづらいんですけれどもこの三国時代から唐に至るまでの間の同居の中には今申し上げたようなとにかく人間の命を絶やさないというそのことに集中するようなタイプの同居が大きな力を持ったことは事実だと思います。 で党が約8世紀の段階で1億になりましてまあこの党も約300年弱で滅びてまあ50年ぐらい知った問題をした後でそうという時代が生まれますでその50年間の間におそらく2000万ぐらいは人口が減った可能性があるんですねただこれもあの先ほどから申し上げているように実際に減ったのか政府が把握できる人数が減ったのかという問題があるので 鵜呑みにはできませんけれども少なくとも減ったこと自体は自立だろうと思います。でやがてその層もですね300年で元という国に取って代わられるとで元は100年ぐらいで滅びてまあ民になります。でここではあの実はですね出ていないんですが最近の研究で元の後半期に中国大陸で 疫病が流行してですね一説には元の人口が3分の1になったという説もあります。都市部では8割方の人が死んだという話もあるんですね。時期から言いますとフビライカーンが日本に2回攻め寄せましたいわゆる現行ですね。から 4, 年後 1330何年と言われてますけれどもちょうど鎌倉幕府が滅びた直後ぐらいに中国大陸で感染症が広まったと。でこれがあのペストなのかどうなのかのいまだに確証はないようですけれどもまあこれもあのご存知の通りですね モンゴルの時代になりまして初めてユーラシア大陸の西から東まで自由に行き来できるようになったんですね。で税金も大変安かったので物的な交流と人的な交流が非常に盛んになりました。でこのことがユーラシア全体にペスト特にセンペストの蔓延を招いたのではないかという説があります。 まあ最近ではあのペスト栓ペストを広めたのは人間ではないかっ説もありましてもともとはあのネズミがですね、まあ、ネズミというのはネズミに宿ってるのみなんでしょうけれども広めたって言われてたんですけれども,でもネズミさんではなくて実際には人間の方が主体ではなかったっていう説も今は出てきてますね。ままだあの確定はししてておりませんけれれどももいずれにしても東西の 交流が盛んになったということがユーラシア全体にですね深刻な感染症を広めたという皮肉な結果になったことは間違いないだろうと思います。まあ、それからその後、民・あときます。真の時代もスタートは7,500万くらいのようだったんですが18世紀になると約倍になる でさらに19世紀の中頃になるとそれがさらに3倍ぐらいになってくるものすごい勢いでですね人口は増えていって現在では今14億と言われてますからね例えばあのモンゴルが僧を滅ぼす最終段階あたりですと現在のまあヨースコ港と甲ガの間あたりはですね飢饉、まあ、や感染症で 人が死に絶えたという説もありますその間無人地帯になってましてさすがのモンゴルの騎馬軍団もですねその無人地帯を食料やあるいは馬の飼い場もそうかもしれませんがなかなか突破できなかった逆に言えば中国のちょうど真ん中辺りに数百キロにわたって無人のベルト地帯が出来上がってしまったという説もあります。 まあそういうことの繰り返しの中で中国の歴史は進んで現在に至ったということですね。でヨーロッパの方を見ますと、まあ、フランスもドイツもそうなんですが例えばフランスで100年戦争というのがありました。でジャンヌ・ダルクが出てきて大体終わった戦争なんですが100年間イギリスとフランスが、まあ、フランス国内の土地の領有権をぐって戦ったんですね。年、まあ、年戦争いいいいうくららでで100年ぐらい続いたんですが、 真面目に100年やっていたわけじゃなくてまあ時々戦争をするというかまあわかりやすく言ってしまうとまあちんたらちんたら戦争をしていたようなところがあるようですけれどもただその影響というのは大変大きくて、まあ、フランス全体のの人口がが分の1になった説がありますそれからですねドイツもご存知のように、まあ、1 5五6世紀あたりからいわゆる宗教改革の問題が起こってまいりまして。 カトリックとプロテスタントに分かれてさらにそこにさまざまな王侯貴族の利権も絡むということで戦争に次ぐ戦争が続いたんですねいわゆる宗教戦争です。で元々例えばあのドイツではイタリアほどですねいわゆる造形美術あるいはあの絵画のが 残ってないといとうかあまりないんですよ、ね、でそれはやはりお彫刻やですねあるいは絵を依頼するお金があまりなかったからじゃないかっ説があってちょうどこの辺りの終わりくらいにいわゆるあのバッハという大音楽家が出てくるんですけれどもやはり音楽を使って教会の中を騒音するというそういうことが行われたことと ドイツ音楽のの発展というのが非常に関わっているんじゃないかという説もありますもう一つ朝鮮半島の問題なんですけれどもこれもですね実際の政府がどこまで人口を把握していたかよくわからないんですけれどもただ今の分かっている範囲でいけばかなり人口は少なかったようですね。例えば 古代の新羅という国が滅びて高麗になりますけれども高麗の末期になると元、まあ、モンゴル族のですね侵略を受けまして相当ひどいことになったようでありまして、まあ、その間にですね人口が激減をしたという話はあります。まあ、その後もまな 侵略を受けまして、人口は日本に比べるとわかるんですけれども、はるかに少ない状態がずっと続いたということはどうも確かなようですね。まあ、これが大体あの世界史の中のですね。人口動態なんですね。で、もう一つの人口はなぜ減ったのかっていう問題が当然あるわけですけれども。話が少し重なりますが、なぜ人口が減るのか。 これは人口学で人口崩壊というそうですけれども先ほど申し上げたように三国時代からその後の南北朝時代戦乱や飢饉のために人口が4分の1になったんだという。で大体あの戦乱っていうのもですね単にあの戦死とか何かというよりは、まあ、飢饉が起こってしまうということそれからですね 後世の戦争なんかでもそうなんですけれども、実際に切られたりとか、矢が当たったとか、弾に当たって死ぬ人よりは。病死の方が多いんですよね。いわゆる線病死とて言われているものが非常に多い。で、さらに体力が落ちたところに感染症が蔓延するという。まあ、そのパターンの繰り返しが多かったみたいですね。で、そこを申し書きましたように、まあ、人口四分の一になったと。 もっと激烈な説もあって7分の1という説もあるんですけどもまあ一般的には4分の1くらいでこれも先ほど申し上げたとおりこの時点で例えばあの春秋時代戦国時代あるいは秦の始皇帝とか漢の劉邦とかそういう人たちがのまあを代表とするような古代の漢民族は一体です一旦滅びたんじゃないかと。 そのの後様々な人たたちが入り込んできてて現在漢民族を構成したといいう説は出ています実際問題南北朝時代になりますと教科書で習ったと思いますよ北魏とかですね西北方系の民族が中国のいわゆる中原と言われている中枢部に巨大な王朝を作ったりしますのでそういう人たちともともと人たちは当然根血はするでしょうし。 どちらかといえばそういう異民族の方が時期的には優位だった時代もありますのでまあそこでですねさまざままざなことが起ことと起ったんだろうと思います、まあ、ちなみにあの例えば北魏なんかの場合ですね次第に中国化していったということで結局漢族化して 国が衰えていいったとっうことよくかつては書かれていたんですけどもその「漢族化した」ってその漢族そのものが今申し上げたように古代の漢族そのものではなかった可能性があるので今まで言われてたような学説が本当に通用すす。るかかどうかは怪しくはなってます、ね、その次やっぱり「元の、まあ、これは多分先ほど申し上げた「ペスト」だろうと言われてるんですけれども人口が3分の1になると。 それから中国で王朝の交代に伴うのは混乱でだいたいた人口は半分になるのが普通ですねでしかも面白いのは中国の歴代の王朝はだいたい300年で崩壊するんですね、まあ、短いとか100年ですけどなぜ300年かっていう説で有力なのは人口増えすぎて結局それを養えなくなったその人口圧によって崩壊していくんだろうという。 これはあのよほど生産力が伸びない限りです、ね、中性レベルの農業生産力では300年が限界だったのではないかという説があります。からペストについては、これは有名な話ですけれども、平均で1分の2になったんだろうというふうに言われています。先ほど申し上げたようにフランスでもです、ね、これは百年戦争ですけれども、人口1分の3と。ドイツの場合は宗教戦争で人口2.5分の1と。 さらにひどかったのは、まあ、北米大陸の原住民は欧米から来た植民地の暴力的な侵略と彼らが持ち込んだ感染者や疫病によって、まあ、数十分の一に激減するとそれから、まあ、オーストラリアの南の方ですがタススマニアのの原住民民はイギリスの植民によってて全滅をしてますそれから中南米の場合もですねやはり ポルトガルやスペインの植民者によって激減をしてまして、まあ、これもかつては虐殺や過労働と言われてたんですが近年ではですねやはり病気じゃないいかとううふうに言われてますね例えばあのエスパニョール島というのは現在ドミニカにあ,あるんですけども1492年に25万いたのがその二0年足らずぐらいのところで6万人になってしまって。 その後でも1533人になるとわずか500人になってしまうという、まあ、そういう激減を経験していますでもう一つは、まあ、日本人にとってどうだったのかっていうんですけれども、まあ、日本人というのはあ,のあんまり幸福であることを感じないって説もあるんですが少なくともですね日本の場合は縄文末期に一度あったかもしれないと言われてますけどいわゆる人口崩壊を経験していない可能性があると言われてます。 全くゼロとは言いませんけれども、まあ他の地域や国に比べれば劇的に人口が減るということはなかったみたいですね。まあこれはもう一つには移民族による侵略被害を経験していないということですよね。ですから過去3000年間の人口動態を見ると世界平均で約65倍、ユダヤ人はわずか3倍にしかどっていないと。まあこのユダヤ人っていう概念も非常に難しくて。 何をもってユダヤ人と考えるかということもあるのでこの数字を無のみにはできないんですけれども、まあ、さほど増えていないいなことはとは事実だ思います、まあ、ちなみに現在のイスラエルの法律ではユダヤ人の定義はですね母親がユダヤ人であるかもしくはユダヤ人教を信仰しているものというつまり生物学的な領域と宗教的というか文化的な領域の両面から ユダヤ人の定義をしておりまして、まあ、これがあのおそらくユダヤ人というものを捉える上での一番重要な鍵になるだろうと思います。まあ、日本人の場合は850倍ぐらいになってるんで世界平均よりは桁違いに人口増えてますからそういった意味ではまあ幸福な国民であろうという気はするんですがその割にはどうも満足度が低いという。ただここの満足度がが低いということとうむしろ 向上心を生んで社会発展など動員になったことも事実かもしれません。ということで最初の人口動態についてはここまでのお話をいたします。で次は医療の宗教学というまあ宗教学というはよりは先ほど申し上げてる仏教学に近いかもしれませんけれども仏教を中心にしおにした話なると思います、まあ、どの宗教もそうなんですが医療と無縁の宗教っ基本的にないんですよね。 日本の新宗教でも多くの教祖や快祖と言われた人たちはやはり病気治しということに非常に熱心だったわけでそれ抜きには布教活動はできなかったんだろうと思います。で仏教の場合じゃどうだったかというんですけれども一つあの象徴的な話はですねゴータマ・ブッダという仏教の快祖の方は直接人をこう救うというか まあ、医学的な意味で救うというかあるいは死人をらせるようなことはしてななないいみたいなんですねなぜこんないうことを申し上げるかというとキリスト教の快、まあ、祖というのか教祖というのが非常にキリスト教の場合非常に難しいんですが彼自身が神だという立場を取,取りますのでラザロを死者から復活をさせるとか長血の女を救ったとか結構新約聖者の中に 人を具体的に救ったとか死んんだものをがらせたという記述が出てくるんです、ね、で仏教の場合はゴータマ・ブッダの場合少なくともごく初期のいわゆる原始仏典あるいは初期仏典といわれているものの中にそういう種の,種の奇跡炭はないんですね。まあこれもあのどこまで遡れるか分かりませんけれども有名な逸話として。 子供がを失って嘆き悲しんでいる母親に向かってマ玉文ダが今まで一人の死者を出したことのない家にもし見つけられたらば、まあ、その家に行けば何らかの人をよみがえらせるというか死を免れるような道があるかもしれないと教えたところを母親が探し回ったんですが。 一見もそういう絵が見つからなかったと、まあということで死はやはり受け入れるものであるという法を説いたという話があります。まあこの話もどこまで遡れるかわかりませんけれども、少なくとも死は免れないものであるという形の教えを説いたことは間違いだろうと思う、間違いないですね。でまずあの武道と医療を考えるときに因果と因縁っていう。 今はどうもあ因果とか因縁というのはですね、変な意味で使われたりしますけれども。実は因果と因縁というのは多少意味が違っています。で因果というのはも当然読んで字のごとく原因と結果ということになるんですね。これが仏教の方では四匠体という空、住、滅、道という。苦しみがあって。苦しみの一般的な住っていうのは原因があって。 その原因を滅することができればあるいは滅するための方法があるというのはただこれも,も最近の仏教学の中では最初は「空柔滅道ではなくて「空滅道だったのではないかと真ん中の「集まる」っていう言葉がですねこれもともとのパーリ語やサンスクリットでも意味よくわからないところがあって。 まあ,あえて言うとどうもあの仏教っていうのは4とか12とか8とか4の倍数でまとめる傾向があるもんですからひょっとしたらこの「九十」の「十」の部分原因がう々ぬんというような意味で使われてるんですけれどもどうもこれは後付けの可能性があるみたいですね。それから因縁の場合はこれ主な原因と付随する条件という。 そういうい意味を持っててましてこれが有名な「十二因縁」につながっていくとまあ無明という前そのものがあってそこから行という盲目的な働き動きが生まれ認識性が生まれ云々ぬんかんんで最終的に老いて死ぬというまあそういう構造が生まれると。ですから老いて死ぬことから免れるためにはどうしたらいいかというとこれを逆にたどっていって。 迷いそのものもであるる無名を滅するしかないとじゃあ無名というのは一体何かというとこれも諸説ありますけれども多くの場合取り留めがないというか再現のない生存欲であるとそしてその再現のない生存欲というのは多くの場合は性欲としてですね発言するんだと。 だから徹底的な禁欲の行をしなければならないとブッダは説いたという説がありますまあ、これもですね実はあの四正体十二因年八正道、まあ、こういった仏教の根本だと言われている教理を実際に歴史上のゴータマブッダという方が説いたかどうかということに関しては近年の研究ではかなり大きな疑問符がついております どうもですね例えば「四想体」という形で4でとまとめるとか「十二因年」という形で4の倍数でまとめるとか「発症うということでこれをまた4の倍数でまとめるというこういうきれいにこれはあの初期の原子物点を読む限りこの4812は出てこないですね。 でおそらく実際に解かれたのはこの「思想体」の中のいく,いくつかをバラバラに解いた12因年もこういうういいいなな形形ではない形でではたようでありま,すまあ近年の仏教学はですね旧来の学説の否定がどん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 行われておりまして少し前の概説本に頼って書くと大間違いになるようなことが多々起こっているんですけれども。 どうもこういう形で綺麗にセットになったものを歴史上のブッダが説いたということはどうもなかったようでありますまあ最近ではのさらにですね輪廻転生を認めたのかとかあるいは死後の存在を認めたのか霊魂は認めたのかとかいろんなことを根本的な問題をめぐりましてカスタの学説が由来でいることは自立ですね もう一つ重要なことはですね、実はあの論理学と書きましたけれど、古代の文明の中で論理学が生まれたのはインドとギリシャだけなんですね。他のところから生まれなかったんですね。でこれは後の影響力を考えたときには決定的な要因の一つになるものです。やはり物事を論理的に考えていくということができたのは。 まあ、古代のギリシャとインドだけということでですすねね他には論理がなかったんです、ねまあ、これもあの少し詳しく申し上げるとインドの論理学というのはギリシャの例えばアリストテレスが完成させたような論理学とは違っておりましてまああえて言えば少しインチキ臭いところがあります。 どうも厳密な意味での論理学からはずれがあるんですけれども、まあ、それはまあ置いといて少なくとも物事を極めて緻密に考えてそれを組み上げていくという努力を続けてきたことだけは確かですねで実はあの日本の仏教というのは仏教の中でもかなり得意な方向に展開したタイプの仏教でありまして。 日本では論理学というものはほとんどなかったんですね。なかった理由は、日本は中国から仏教を輸入いたしましたけど、中国でも論理学はほとんど発展せずに終わったということがあります。じゃあなぜ論理学が発展しなかったのかってこれまた大問題なんですけれども、どうも言葉の構造がですね関わっている可能性がありまして、例えばあのインドのサンスクリット っていうのはヨーロッパで使われてきたラテン語と非常に近い関係がありました、まあ、兄弟姉妹の関係ですねところが中国語や日本語は全く違うタイプの言語でありまして論理的な思考を厳密に展開するのにはあまり向いてなかったからではないかという説もありますで、肝心の仏教と医療なんですけれども どうしても私たちが特に日本を考えた場合薬師如来の信仰というのが出てまいりましてね薬師というのはこれ大変人気がありまして現在重要文化財上に指定されている仏像の中で断トツに多いのは阿弥陀如来なんですねで2番目は薬師ですで肝心の釈迦如来の像ってあんまりないんですよね まあ、阿弥陀信仰がいかに強かったかということの大きな証拠になるんですけれどもそれに次ぐ形の数が多いのは薬師如来なんですで特に日本では奈良の末期から平安初期に大流行いたしました優れた仏像が今でもいくつも伝来しておりますところがそこにかインドではですね薬師如来の信仰っていうのはほとんどなかったんですね ゼロでではないんですというのは薬師教というのは二つ大きなものが残っていますのでなかったわけではないんですけれども絶対的にに中心には来なかったんですね例えば曼荼羅の中に五仏という形で一度重要な仏様が描かれるんですね大日如来と阿弥陀さんとか福生寺とか福生寺とお釈迦さんのことなんですけど。 あの中に薬師さんん入ってこないんですね不思議なことに。でインドの仏教特にインドのいわゆる大乗仏教や密教を一番中立に継承したのはチベットなんですがチベットの場合もですねお医者さんの神様としてごく一部の人が崇めている程度でありまして薬師信仰というのはですね決してポピュラーではないですね広まりを持ってません。 で東アジアでは朝鮮半島に少しあったんですね、まあ、おそらく元は中国だと思いますが中国でもほとんど耐えてしまうところは日本では今申し上げたようにたくさん仏像が残されておりまして非常に大きな人気があったというその場合もですねそこにちょっと出て書いてありますけども特に奈良末期から平安初期に怨霊というか。 恨みらみを持ったまま亡くなった方がこの世にたたるということなんですが、まあ、そういったものの真物をですねいかに沈めるかというそのために多くのものが作られたあるいは呪詛ですね呪いをかけるという、まあ、そういったものを呪いを解くためにたくさん作られまして例えば典型例は京都の神護寺山にある薬師如来像。 で、あの如来像というのは、道教の霊力や祟りを鎮圧するために作られたいというと、かなり確実に分かっております。まあ、そういったことを考えると、薬師如来というのが単なる病気併有だけではなくて。呪詛であるとか、怨霊対策としても使われたということですよね。で、さらに少し歴史を遡ると、奈良に薬師寺があります。 で薬師寺というのも日本のお寺さんの中でも非常に古いタイプのお寺さんの一つで現在に至っておりますけれどもやはり病気天皇もしくは天皇に連なるような人たちの病気平位を願って作られたということで、まあ、日本に仏教が伝わってきた時から間もない頃はですねこの病気治しということを中心に薬師信仰が盛んだったことは自立だと思います。 でやがてその後になりますと、まあ、密教というタイプの、まあ、当時としては最新流行の仏教だったんですけれども入ってまいりました。でこの密教がなぜですね大きな勢力になってくるかと言いますと結局密教僧の医療行為ということが当時大変人気を博したようですね。一、まあ、一つつははといううももものもありますしもう一つは 具体的に薬剤を作ってそれを処方するということをですね行っておりました。まあその典型例がその右にこれ後後前あるいは後後年と呼ぶんですが、後,後薬抄という本が平安末期に書かれておりまして非常に詳しいですね医療関係の記載があります。 で奈良時代になりますと、まあ、密教経典の書者というのは盛んに行われてるんですけれどもその密教経典の中に、まあ、どういうものがですね説かれているかなんですね。まあ、昔のことなので病院論というかか病気がなぜ起こるかという話なんですがちょっとここ見ていただいたよこれ「だらに増獣」というね 経典なんですけれどもこれ「十五の鬼神」って書いてありましてまあそういうあの中国語の鬼っていうのは幽霊というか目に見えないものなんですけれども、まあ、そういう訳の,のわからないものが道子を悩まして病気にしちゃうんだとそういうことを考えていたようであります。 まあ、目に見えないものなので今で言うとです、ね、細菌やウイルスのようなものも考えていたのかもしれませんけれども例えばここに出てまいりますようにここの場合は60ものですね、えー、鬼がいると。でこういうのがですねいろんな病気をもたらすんだと。まあ、考えるようによってはこの木っていうものは細菌とかある病気の原因となるような ウイルスであると考えれば、多分病気を起こす原因というのは一つではなくて、さまざまな目に見えないものたちであると考えてたのかもしれませんね。あとはどういう病気がですね、治療の対象になってたかということなんですけれども、見ていただくと分かるんですが、頭痛ですね。まああの。 医学では「疼痛」と呼ぶというふうに教わったこともありますけれどもそれから腹痛中毒消化器,器官系の疾病それから熱病風病喘息ですねこっちはどっちかというと熱が出たりとか気管支や何かの病気だと言われています。とにかく やたらめたらとですね。こういう病気を治すための経典というのがありましてえー、婦人病もあります。難産とか生理不順とか不妊とか、それから小児病のものもある。それから毒虫やまあ、毒蛇ですね。こういったものの対策もあります。それからまあいかにも古代的なのは呪詛っていうのもありますし、毒薬もあります。 が神経痛もあるし、眼病もあるし、耳鼻咽喉もあるし。まあ、その他、配管もありますね。まあ、いろんな病気、あ、まあ、おそらく現在の病気に匹敵するような、ありとあらゆる病気にですね。が、そういう治療の対象になってました。でも、興味深いことはですね。かつてある、あの、専門家の先生が、こういうところに説かれている。薬が、どのくらい効くのか、というような。 ことを調べた方もおられて結構効くって言うんですよね半分ぐらいは効果があって例えば現在でもあの吉野の金武製地なんかに行きますとダラニスケなんていう薬売ってますよねまあそういったものはこういうものの末裔のようでありましてまんざら効かないわけではどうもないみたいですというのは例えばですねどういうことかというとここあたりがそうなんですけれども横断や全速の治療法なんですよ ここにこういうふうに「カリロクとかキョウシとか「環境とか批発とか故障」とかって書いてありましてこれあのいわゆる漢方薬やアイルベイ大学で使われているものなんですねですからおそらくそれをうまく処方すれば確かに現実に効くと思います。ですから単にあの呪術的なものだけで密教が授要されたわけではなくてかなり現実に効く薬を使ってたということだと思いますね。 まあそれはあのこ,こに書きました右側の方「ダラニ」を読むだけ,だけじゃなくてダラニ独自さまあ密教のことですので単に薬を処方するだけではなくてそこで呪文を唱えて霊的な力を与えた上で飲ませるというそういうことをやってたわけですけれども、ねまあ、その霊的な力を与えることを「家事」と言いますがひょっとしたらそれなしでも効くのかなっていう気がしなきしもあらずですね。 まもちろん思いを込めた方を聞くんだって。説もあるので、それも後て開示したんだと思いますけどね。結構です。今見ていただいて非常に複雑なんですけれども、役に立つようなことをずいぶんやってます。それから面白いのはですね。あの燻蒸法といいまして、こう煙のような形にして、その煙を吸わせるんですよね。まあ、そういった形の治療法なんていうのもありますね。 かなりあの、今先ほど申し上げたように、聞くんじゃないのっていうのはあります。もう多分こういったことが。日本で密教を中心にするですね、まあ神秘的なた、の仏教が受け入れられた大きな理由なんだと思いますね。単に、自術的な力や霊力やっていうわけではない。 そこは非常にあの大きな課題だと思いますね。これはあのご覧に入れているのは七仏薬師といいまして。実は薬師さんというのは一体だけではなくて。七体セットで行うということが盛んに行われていたんですね。これを七仏薬師とて言います。でこれ実は非常に興味深い問題がありまして。これはあのー。 新薬師寺というお寺さんがですねご存知の通り奈良にございますけれども現在はですね十二神将に取り囲まれた薬師さん一体だけが残っていますか実はあの瀬とか7つあのつったんですね。ねですから新薬師寺の本堂というのは近藤、まあ、ですけれども東西方向にやたら大きかったんですよ。で東大寺の と同じ大きさを持ってたと言われています非常に不思議なお寺でして今申し上げたように七仏薬師ですから薬師さんの周りを十二神社が取り囲むのが七セットですから当然それをお堂としては東西方向に非常に長くなるお堂だったということですよねこれ発掘調査の結果はっきり分かってまいりましてこういう形でですね巨大なお堂があったんですね まあ現在はあの残念ながらその中のワンセットしか残っておりませんけれどもまあこういうお堂が作られたことを見ても奈良時代あるいはそのもうちょっと前の白鵬期と言われている時代からですけれどもやはり薬師如来に対する信仰というのは非常に強くあったとよくわかります。面白い例がありまして ちょっとこの部分だけちょっとまあなんですけれども実はこれも半径の問題があるのでなかなかうるさいのでここだけの部分だけお見せします。で何をお見せしたいかというと実は浄瑠璃寺って有名お寺なんですけど阿弥陀さんだけ有名なんですけど池を隔てて東側には薬師さんが祀られてるんです。だから薬師と阿弥陀のセットなんです。私たちはあそこに唯一 阿弥陀が残っていてもちろん国宝ですけれどもそこにばかり集中しちゃうんですけれどもあの句体阿弥陀の池を越して向こう側の東側のですね塔の中には実は薬師さんんが祀られてるんですねですからおそらくこれ平和末期から中世かけるんですけれども「薬師と阿弥陀」という多分薬師に関して言えば源泉における救済ですよね病からの。 ダミナさんの場合は死後における救済で、これがセットで行われていたっていうことですよね。例えばあの戦国期、室町から戦国期に大内氏というですね、戦国大名が山口にいましたでしょ。あのルリコージって薬師さんが本尊ですよね。ルリコーってルリってラフスラズリーのことですけども、これは薬師との関わりで薬師浄土ってルリコ浄土ですから。 全て村あのブルーの宝石でできた浄土ですよね。その名前が残ってるくらいですから。これあそこでも古いタイプのまあ,あの進行が残ってたっていうことですよね？うん